そのゴーグルは私、実際に今回はゴーグルを組み立ててみました。ゴーグルを組み立てるときに一番大切なことは傷です。なんで何回も検品を繰り返してやっていました。傷がつくと商品にならないので、とても緊張感のある中作業していました。私たちも実際このようにゴーグルを作ってみましたが、レンズのフィルムさえ剥がすのがとても緊張しました。では最後にまとめになります。患者さんでは3つのことを感じ取ることができました。ゴーグルの製造はほとんど手作業で行われていたことがちょっと驚きました。やっぱりゴーグルなんで何回も検品を行って傷のチェックをして、お客様のことを一つ一つ考えていました。スワンズさんではやっぱり楽しい職場だと思いますが、取り組みには皆さん緊張した中でやっていました。最後に感想になります。ゴーグルができる現場に行くことはそう簡単ではありません。ゴーグルがどのようにでき、どのように組み立てているなんて今まで考えたこともありませんでした。ゴーグルを作る機械はあまり使わず、人間の感覚で全て作っていました。一つ一つでお客様の子を考え、企画から入り、テストをやって、やっと、新商品のゴーグルが販売されます。言葉で言うのはとても簡単ですが、実際その場に行けばその大変さを感じ取ることができました。以上でこれで終わります。ありがとうございました。